きチャンネル。よっ、こんにちは。今日は袴田さん持ち込み企画です。え、これ私持ち込みましたっけ。はい、お茶のことなら私に任せてって前言ってました。いやいや、そうね、よくお茶飲むので、はい、だいたいお茶飲んだことあるよ、こういうのっていう話をしたの。知ってました。だってお茶なんて種類何でもすぐ飲んだら分かりますよって言ってました、ね。言ったっけな。いや、静岡っすもんね。まあそうですね、静岡といえば、はい、お茶ですよね。はい、そうですね、はい、いや、なんか今日聞きお茶やるらしいんですよ。はい、しかも罰ゲームもありますからね、外したら。だから14本あるんで、はい、これを間違えずに14本全部、うん、言えた方が勝ち。全部言えた方が勝ちですか。そうそう、先に交互に、じゃ飲んでいって、交互に飲んでいって、だから一杯目飲んでこれとか、はい、ランダムでね、はい、これとか、はい、全部先当てた方が勝ちです。だから先行後攻あるんで、うん、先行当てても後攻もラストチャンスあります。はい、これ間違えたらどうするんですか。間違えたらもう一回チャンスが言っていいってことですか。で、間違えたらもう一回最初からしよう。最初から先行後攻やり直しですよね。え、ゲームオーバーはなくなったんです、はい、お茶がなくなったらだからちょっとずつですからね、入れないから。はいはい、ジャスミンは分かるでしょ。あとルイボス、麦茶、うん、ウーロン茶も分かるでしょ。ゲーム茶も分かりそう、ねえ、うん、いや、でもこれね、全部飲んでったらなんか今何飲んでるのか分かんなくなりそうですよね。でもお茶分かるんでしょうね。分かります。色で分かっちゃうなんて目隠しして、はい、目隠しして飲むの。で、間違えたらビリビリ罰ゲームあります。ビリビリってなります。え、これ罰ゲーム。はい、これです。え、待って、じゃあ間違えるためにこれ来るんですか。はい。え、じゃあ前その勝負に負けたら違う罰ゲームあるってことですか。そうですね。あるんですか。はい、それ今から考えます。あ、考えてるからはい罰ゲームこれってことですよね。はい、罰ゲームこれです。はい、わかりました。はい、じゃあ一回味見しましょう。そうですね、はい、ちょっと全部あげて味覚えないといけないですよ。はい、じゃあ袴田さんこっちから飲んでいってください、はい、ちょっとずつ。わかりました。ほんとちょっとずつですよ。はい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 、はい、うん、ルイボスティーは余裕だ、はい、うん、これね、健康ミネラル分ギッチャも私よく飲むんですよ。いや、俺どれもよく飲むけどね先行高校で5回戦で多く当てた方が勝ちにしろ。ああ、なるほど。最初はグッチャグッチャ。じゃあ僕高校で。高校、はい、じゃあ袴田さん成功です。はい、え、私がもう一通り先にやるってことですよね。だから外れたら交代です。交代、はいはいはい、まあ袴田さんクラスになるとね、そう1回でバシッとできるちゃうから。え、これどうします。1回で全部いっちゃったらどうします。それはもう袴田さんの好きなものをご馳走してあげますよ。好きなお店で。やっとー、超高級のシース、あ、ザリンデシースかな。あ、銀座で安いお寿司、すっごい美味しいとしてますから。いや、そこはね、いやいや、美味しいとこがいいでしょ。美味しいとこ高ければいいんですよ。いや、なんか美味しいとこでしょ。いや、それはお店教えてください自分で行くんでじゃあ全部当てたらその高級のところに連れて行ってもらって、じゃあいいっすよ、1回でね。1回で、ああ、よっしゃ、私意外と自信あるよ。よし、じゃあ行きますよ。はい、いいですか。はい、じゃあ選びますね。じゃあ1発目はこれにしようかな。蒸気で合いますか。熱い熱い、はい、ごさん手出してください。はい、これです。いっぱいね。はい、ん、ちょっと待ってんちょっとしょっぱな緑茶きた。最初もうちょっと簡単なのにしてくれないと。もうちょっと待って、今、あ、いい、目外していいですか。はい、外していいです。いいですか。はい、いいですか。はい、イエモン。ザヒンデシースが散った今のはまだね、あやなか。じゃあ多いお茶。嘘。
けどこれつけてください。やってみてください。いやいや、スイッチオンしてください。それをギュッと押せばいいんですか。スイッチオンしてください。え、何も来ない。いや、ほんとギュッと前に。怖い。1番バッターでアウトっすよ。いや、もう最初はやっぱり当てるために。いやいやいや、ルイボスティーとか。でも最初難しいなって言ったらもう最後簡単っすからね。いや、まあそうですけどね。はい、じゃあ、じゃあ、はい、次里崎さんですね。はい、いいですよ。はい、じゃあ里崎さんの最初は、じゃあこっちでいこうかな。はい、手出してください。はい、これです。はい、もう分かった。はい、もう超簡単っす。え、嘘。はい、おいお茶。飲めるお茶を目指して作られたお茶なんですよ。はい、だからこう水のように喉の渇きを、お茶って結構ちょっとこうゆっくりめに飲むんですけど、はい、こう多いお茶はご飯とかと一緒にゴクゴクとお水のように飲めるように作られたのが多いお茶なんですよ。へー。だからすっきりした味わいと喉越しがあるのが多いお茶なんですよ。だからもう今一瞬でも、あ、これはもうすっきり、はい、多いお茶だなと思います。でも生茶とかの方がスルスルしてる気がするんだけどな。これはもう完全に個人としての見解です。本当にどうか分かんないですけど。はい、じゃあ次どっちですか。はい、もう一回里内さん。そうそう、だから続けて全部当てるかも分かんないじゃないですか。多いお茶外す人っているんですかね。よく分かんないですよね、多いお茶外す人の気持ちが。次どれいこう。これなんか選択難しいですね。難しくないでしょ。難しいです。じゃあこちら行こうと思います。はい、どうぞ。はい、わかりました。もうわかりました。はい、何ですか。生茶っす。ほうじ茶か。あ、わかった。今になってわかった。抹茶入り多いお茶。あれ、さっき C の時抹茶の味めっちゃする。いや、今した、今してきた。あれ、なんすか今の。正解はイエモンでした。イエモン、やっぱ炙り茶も入ってもいいです、そういうの。ほら、抹茶の甘みって書いてんもん。いや、まあそうですね。でもこっちはすごい抹茶の味しますから。うん、これもめっちゃしたよ。まあまあしますけどね。じゃあ私ですね。次こそ当てますから、ちょっと待ってくださいね。はい、 OK ですか。はい、はい、手出してください。はい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 めっちゃ飲みますよね。一口ぐらいにしといた方が腹パンパンになりますよ。いや待って、今ね、もうちょっと分からなくなってきたよ。ちょっと待って、これはいきます。ほうじ茶。言ってくれなかったから、もう攻守交代したから終わったっす。
からですか。もう言わないで言ったらもうそれはもうこうなりますもん。やだもうこれどうしよう。もうね、もう一回やると怖くてしょうがない。うん、見てやればいいです。左手行こう、左手。うまいっすね。もう待って、これ本当に全部当てるまでやります？これ無理ですよ多分。いや、じゃあもう一回ちょっとやってください。はいはいはい、いいですよ、サブッと、うん、はい、じゃあまず決めんの長いんですよ。はい、お願いします。そうだ、生チャス。おお、すごい。よし、もう一瞬で生チャスになってました。はい、じゃあ次行きましょうか。次、はい、もう決めました。もうパッと決めました。はい、こちらです。うん、これあれだ。はい、何でしょう。トクちゃん、イエモン。あ、ちょ、うん、トクちゃん、イエモン。何だと思います？ちょっと苦味があったんですよね。ほうじ茶か。ほうじ茶でした。難しいですね。相当難しいですよ。はい、ビビー。覚えてるんですね、そういうのやっと。そうしよう。でもこれ使わずに、うん、同じもの飲んで、同じもの飲んで、でせーので言いましょう、うん、決めてもらって、はい、そうしましょう、うん、スタッフの人に決めてもらって、はい、3本勝負で、はい、だから要は多い方勝ちね。多い方勝ち、うん、はい、これ最後の勝負で、はい、そうしましょう。もう一回試飲したいです。もう分かんないんで味が。いや、もうしても分からへんで。いや、緑茶の味をこう確かめたいんですよ。よし、取れたね、ビビ。え、じゃあ俺こうやってやっとくわ、もう手で。なかなか乗せてくれへんやん。うん、乗せてくれ。話し合ってる。あ、来た。じゃあ飲みます。来ました。はい、はい、じゃあいただきます。もう俺は目隠したまま名前言えるよ。私も言います。いくよ。はい、せーの、おーい、お茶。あれ、え、どっちが2人とも。2人とも。おお、誰どれ、え、どれ、イエモン。いや、なんかね、生茶よりはちょっと渋みがあったんだよな。生茶もっと甘いんだよな。日本人の心取り戻そう。はい、次こそ。はい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 、うんうんうん、はい、はい、分かった。ちょっと、これは分かった。もうこれは 100% 分かった、うん、これは自信。 OK、 いいよ。せーの、あやだか、緑茶。私こっち。イエーイ。やったー。もうこれは抹茶の味がもう全然抹茶って感じだった。ちょっと俺ちょっと読みすぎだね、はい、急須で入れたやつが分かるって言ったから、はい、急須で入れたような濁りの旨味の綾鷹は分かんちゃうかっていう。読んじゃダメですよ。知らないで勝負しないと。あら、俺じゃあ次当てないと負けちゃう。よっしゃよっしゃよしよし、じゃあ最後ですね。最後これで最後までいけんじゃん。いけますね、これで最後までやろうよ。じゃあ当てた方が、だから白丸さん、これね、多いお茶。
で、はい、家も2人当てれなかったからだから今1ポイントね、はい、あ、なるほど。でこれでなくなるまでやろう、はい、全部最後ね、はい、どっちがいっぱいお茶をゲットできるか、ゲットできるか、そう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 、はい、そしたらその方が面白い。そうですね、うん、はい、分かった。はい、これはもう、これは分かったよ。うん、うん、これは分かった。はい、これはもういい。はい、せーの、ウーロン茶。やったー、イエーイ、これは分かった、はい、今これは両方ポイントだから、はい、真ん中っすね。はい、今2対1。はい、はい、じゃあ OK。はい、分かった。私これ分かった。いいですか、はい、せーの、創建美茶。生茶は甘いの、なんかもうお茶の中でもうダントツ甘い。そうなんですね、ダントツ甘い。なんか当てたらしゃよう喋るっすね当てたらめっちゃよう喋るっすねすごい飲みやすいです、生茶は。あーか、やばい、よし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 、俺もう格付けてたら消えてるはいはい、これは一瞬分かった。はい、もうもう目隠してもらってもらって、はい、せーの、ルイボスティー。はい、はい、これは分かる、これ外したらもう致命的、もうこれ致命的ですもうこれは分かりますよ。4対2、これはもう分かったよ。せーの、ジャスミンティー。え、嘘、そうや、ジャスミンティー。私ですよね、イエーイ。もう分かった、バカになってる俺もこの、あ、もう飲んだ瞬間特茶やと思って、あ、ジャスミンティーも特茶やんと思って、初めて飲んだな、これ。私もなんかこれ初めての味。あれ？初めて飲んだのじゃあ、そんな。私も初めてなの、これ。ちょっと待って。うん、分かった。ちょっと待って、もう分かった。これや。いいですか？今ね、二択で迷ってんです、すごい。よし、決めた。せーの、コブちゃん。え？あ、やったか？あーあー、やったかな。急須で入れた。今ね、あやたかか、多いお茶か迷ったんですよ。はい、決めた。決めますか。せーの、ほうじ茶。ほうじ茶今自信あったんだけどな、意外とごまの味したけどないや、ほうじ茶っぽかったんだけどな、今。もうそう、匂いで分かるな。はい、はい、分かった、これは自信ある。いいですか、外して。はい、ちょっと待って。はい、私これ自信あるぞ。はい、せーの、ごまぶり茶。よっしゃ、これもう俺今日初めて飲んだからね、これ。本当ですか、うん、一番最初のシーンの次で。そう、そうですね。やばい、ちょっと多いお茶残ってんだ。6対3、これもう私が外さないと勝てないですかね、なかなか。はいはいはい、多分大丈夫。せーの、麦茶。よし、これは分かった。はいはい、分かった。はい、せーの、いいですか、せーの、草原美茶。これは簡単だな。俺もやっぱりよく飲んでるやつは当てれるわ。うん、そうですね。あと2回です。あと2回。はい、私でも毎日特茶飲んでるから特茶はいける気がする。なんだそれ、プリ。はい、これ私特茶はいける多分本当に。OK。 はい、え、はいはい、いいですか。はい、
せーの、せーの、トクちゃん正解です。あーあーよかった、応用ちゃんってよかった。ほらほらほら、トクちゃん当てられるんですよ。もうこれだと最後簡単ですね。それはもう簡単でしょ。はい、じゃあせー、せーの、はい、ほうじ茶。はい、イエーイ。ということは1、2、3、4、5、6、7、8対11、イエーイ、やったイエーイ。もう佐藤さんはもう舌がね分からなくなってましたからね、最初の方法。でもね、笑ってるけどね、やってほしいですね。いやそうですね、いやなかなかここまで揃えられないですけど、はい、ね、でもなんていうんですか、激安スーパーみたいなところで行ったら、うん、ひょっとしたら1本50円とかで売ってるんで、うんうんうん、1本ずつ買ってくれば多分1000円かかんないんで、はい、安いところだと。だからそれで試してもらって、うん、笑ってるあなたの舌を試してほしいですね。いや本当にね、ウーロン茶緑茶に感じるんですかね。で、本当笑ってる人ね、はい、それやって家族でね、やってほしい。そうですね、遊びがてら、はい、で、そんなのっていうあなたの舌をね、確かめてほしいですね。そうですね、皆さんやってみてください、はい、じゃあ最後ビリビリで終わりましょうか。はい、いいですよ。はい、はい、ということで、サンスイが負けたんで、言っときますね。はい、もうシースーいいですから、これできるだけ、なんかこう、も頑張って持ってシースーは1回目で全部だよ。頑張って、はい、じゃあ投げないようにちょっと努力してみてください。なかなか乗れへん。うわー無理だー。